平和の国ラブラディアン、地球より遥か彼方、宇宙の果ての小さな星の小さな王国、ラブラディアン国王ラブ三世は森と湖に囲まれた美しい城ラブラディアン城より静かに人々の幸せを見守っていました。ラブラディアンの国民は彼を尊敬し、彼もまた国と人々を愛しました。ラブ三世には双子の娘がいました。心優しい姉のニーナとちょっと勝ち気な妹のシリンです。彼女たちを産んですぐこの世を去った妃のジョアンナの分までラブ三世は娘たちに限りない愛情を注ぎ、ニーナとシリンはやがて美しい王女に成長しました。そんなある日、ラブラディアン城に突然不気味な6つの光が飛んできたのです。その光はラブラディアンの平和を妬む暗黒の魔女カーミラと手下の5匹の妖怪たちでした。彼らの邪悪なパワーによって国王ラブ三世は倒されてしまいました。カーミラの強大なエネルギーは王国ラブラディアン全土を瞬く間に闇の世界に変えてしまったのです。今やラブラディアン城は魔女カーミラの支配する悪魔の城となってしまいました。カーミラはラブラディアン城の1階から5階までの各階にそれぞれ5匹の妖怪たちを見張りとして配置しました。そして自らは城の最上階6階で人々が憎悪や嫉妬で変わっていく様子を面白そうに眺めていたのです。全能の神ゼウスは天空より全てを見ていました。ゼウスは魔女カーミラを滅ぼすために父を失って嘆き悲しんでいた二人の王女に愛と勇気のパワーを授けました。今ラブラディアンを救える者はお前たちしかいない。カーミラを正義の力で倒すのです。さあ行きなさい、ニーナよ、シリンよ。Thank you.